はいみなさん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は、モスコワ危機一発をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、あの、実際問題ですね。今、まあ、ウッキーロッキーで、喜劇太郎チームウッキー、ロッキーの国は熊野プーさん率いるチームで、まあ、今、争ってるわけですよね。で、この争いで、まあ、疑問に思った人もいると思うんですよ。 あの、ロッキーの国のね、まあ、モスクワという大きい街があるじゃないですか。そこに撃っちゃえばいいじゃないかと。ねそこガンガンやればいいじゃないか。なんでそっちやんないんだっていうにね、思った人もいると思うんですよ。で、これはいろいろ問題があるんですよあ。できないことはないんですよね。あの、中距離、長距離射程ミサイルを、まあ、ある程度運んで持ち込んで、まあ、そばでぶっ放せるんですね。 まあ、大抵、まあ、防御できないので、まあ、3発に1、2発は着弾するんですよ。で、それでやっちまえばいいじゃないかっていう人、まあ、いて、まあ、もちろんね、それはウッキーの、まあ、国防省があるんですけど、まあ、そこのリーダーもその作戦考えたんですよ。まあ、あのウッキーチームの大統領のね、まあ、喜劇太郎もそれを考えたんですねあの。なんで喜劇太郎って呼んでるかっていうと、 コメディアンだったので、まあ喜劇まあ、喜劇の人ということで、悲劇の人じゃないですよ。喜劇の人ですよ。喜劇の人ということで、喜劇太郎と呼んでいるんですが、あの、まあ、ウッキーの大将のね、喜劇太郎も、よし、やったらで、それでいこうかっていうふうになったんですよ。なったんですよ、これ。で、じゃあ、それでやるぞっていうふうになったら、あのバイ・バイデンチームがね、いや、バイ・バイデン チームはやっぱり細かいですよ。全部ね、あの、携帯電話とか、そういう無線も何もかも、もう傍受していたんですよ。まあ CIA がね、代わりにやっていたわけですけど、まあ、全部、あの、漏らさず、すべての、まあ、会話をすべて録音。で、その中にその話があったんですね。で、電話でやり取りしているのを録音してキャッチして、 バイバイデンチーム首脳会議ですよ。ん待てよと。これまずいぞと。で、止めたんですよ。で、これは実際それが起きたということで、アメリカのワシントンポスト電子版で24日、4月24日ですね。えー、記事、記事となってね、公表されました。これはあの、こういうふうに書いてありますね。まあ、あの、タイトルの 副題ですけれども、ロシアによるウクライナ侵攻開始1年の今年2月24日に合わせ、ウクライナ国防省情報局、えー、総局がモスクワ攻撃を計画していたという、まあ、センセーショナルなね、タイトルで、まあ、報道をしているんですよ。じゃあなんでね、実現しなかったのかって言ったら、まあ、無線傍受しているので、通信とか、あの、 とりあえず止めたんですよね。バイバイ電チームがね。やめてくれと。それ、ちょっとそれだけはね、今ね、ちょっとやめてくださいっていうふうにね。やめろと。なぜかというと理由があるんですよね。まあ、それをやると目に見えてるわけですよ。熊のプーさんチーム、怒りますよね。森の熊さん <laughs>、ね、普段は熊のプーさん、蜂蜜を舐めながらね、もうおとなしくしているんでしょう。だけど、そんなことされたら、蜂に刺されるような状態なので、 暴れますよね。うおーとか言って。で、それだったらこれ食らわしてやるっていうことで、もう核核ミサイルを撃ってくるわけですよね。で、それがどこに撃ってくるかって言ったらですね、喜劇太郎のね、頭の真上とかね、喜劇太郎の鼻の中に撃ってくれりゃいいですけど、そうもいかないじゃないですか。あっちこっちぶっ放すわけでしょ。そしたら、ま、一変に第3次おやつ大会勃発、実践ですよね。これはね、 バイ・バイデン望んでないんですよ。で、まあ前の動画、前々回の動画でも繰り返し話してますけど、今、バイ・バイデンチームの持っている武器は古いんですよ。すべて。とてもじゃないけど、ウッキーチームの武器には勝てないんですよ。もう時代遅れ。で、その時代遅れの、またさらに時代遅れを、シャムジー・キシダは買い続けてるので、日本が持っている武器はもっともっと古いんですよ。 全然対抗できないんですよね。んか中華飯店とロッキーチームと、まあイランですね。あたりが持っているものはものすごい新しいんですよ。ちょっと叶わないですよ。本当に。だから今一戦交えるっていうことは望んでないんですよね。それは。勝てないんですよ。今でもね、まあ日本の人ね、なんか変な神話みたいのを信じて、そのバイバイデンチームのね、 あの武器が世界で最強だっていうふうに、まあなんかインプットされちゃってるんでしょうね。頭の中。そう思ってる人、信じてる人が多いですよ。でもうそれ全然間違っていて、全然お話になるんですよ。桁違いに凄まじい武器を持っているので、勝てないです。だから、やっぱりね、あの熊野プーさんが蜂蜜を舐めながら様子を見ている状態を、今はちょっと保っておきたいんですよね。 今それを暴れさせちゃうと、ちょっとあのバイバイデンチームもう前ちょっとやめてください。あのごめんなさいっていうふうになってしまうんですよ。どっちにしてもね。だから今はそういうことはやめろというふうな圧力をかけて2月にそういうね計画を実行しようとしたウッキーチームにいやもうそれはやめろということでやめさせたという経緯が 大々的にワシントンポストによって報じられました。これはね、なかなか大変なことが一般市民にはね、全然わからないうちに起きていたということですね。でもこれって、あの、ウッキーチーム、あの、アフォターレがすごい多いですから、いつ暴走して、あの、やるかわかんないですよ。いや、怖いと思いますよね。 いや、その煽りを喰らうのは周りの国なんですよ。支援してる国が煽りを喰らいますよね、もちろん。だって支援してる国は、ロッキーチームにとっては全部敵なんですよ。だから、核核ミサイルの照準は当然合ってますよ。日本にも、あの、照準合わせてますから。中華判定もそうだし。だ、それぶっ放してくるわけですよね、とりあえず。日本にも、まあ、2、3発落ちるでしょ。もう瞬間的に落ちますよ、それは。だから、報復としてね。 それをね、あの、制裁もしてる国なんで、日本には間違いなく起こってきますから。それが始まるとこだったってことですよ。これはね、大、もう大事件っていうかね、大変なニュースだと思いますね。それを知らずにして、ね、北チョンチョンが打ち上げている、ね、あの、弾頭もついてない、なんか棒みたいなミサイルを、危ない、危ない、怖,怖,怖い、怖いとか言っているんですよ。それはダミーのフェイクニュースですよね。全く。 そんなもん危なくも怖くもないです。だって弾頭ついてないんだから、そんなもんいくら落っこってきたって平気じゃないですか。直撃しようが、みんなの頭の上に落ちてくる確率なんか、本当宝くじの一等を、例えば4億円を10回続けて当てるぐらいの確率ですよ。弾頭ついてないんだもんだって。爆発しないんですよ。北チョンチョンは。だけど、ロケチェーンはすっごいの打ってくるわけですよ。報復で。 それがもう起きそうだった。起きてもおかしくなかったというところだったんですよ。でもこれって一般市民の方が全然知らないニュースなので、えーって、でも人間ってね、知らないと、あーそんなことあったんだね、ぐらいでね、平気な顔してるけど、これ、大事件ですよ。だってこれから起きるかもしれないんですよ。すぐにまた。とんでもないことですよね。いや、だからね、未来、もうね、1秒先、5秒先、 いや、もう明日がないのかもしれない。本当に。それぐらい今危ない状況が日々続いているということです。これ大変なことがまあ起きていたということですね。水面下でね。まあ、知らないっていうのは平和であり、知らないっていうのはまあ恐ろしい話だということですね。ということで今日はモスクワ危機一発をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。